はい、There, this is Ash. 皆さん、こんにちは。アッシュです。今日はですね、懐かしい企画ですよ。もう半年ぶりぐらいじゃないですかね。あのロックイン新宿店ということで、アッシュ学級に行くっていうのが久しぶりに復活ということですね。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。ありがとうございます。はい、で、今日はいつもの2人ではなくですね、前に僕がもうお世話になって、秋津ギターショップ、僕のメインギターを作ってくれているアキさんが今日お越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。はい、っていうね、異色の3人でやっていくんですけれど、はい、なんかロックインが聞いたところによると、まあ、作業がガタガタしてると思うんですけど、これ何の音かって言ったら、閉店日に向けて、いや、何年ですか？3年近く、僕、生まれてないですからね。歴史が長くて、でも高校生の時は僕やっぱ来てたんで、だからね、その恩返しじゃないけど、まあ、近いんですけど、僕らやっぱお世話になってるんでね、できることないかなっていうので今日来させていただいて、いろいろと見ていこうかなと、散財していこうかなと。誰が散財するかちょっと分かんないですけど、はい、まあ、そこからの動画ちょっと最後まで見て楽しんでいただければと思います。というわけで、どうぞ。いや、やっぱめちゃめちゃギターありますね。もちろんすっごい変わってんじゃん。何で、ね、ガラーンとしちゃったんでしょ。寂しい。結構いろいろギター。そうそう。めっちゃ面白そうなの。ああ、いいっすね。なんか見たことあるようなギターを。スタインバーガーあるじゃないですか、これ。あ、そう。めちゃめちゃいいっすね。食べたことあるんですか？あ、興味ある。あ、興味あります。うん、興味あるけど、今ちょっといいかな。今何使ってるの？今ね、スコールとかを。っていうことは、いやいや、ちょっと待って待って、あ、買わないか。俺を選ぶみたいな手で、俺買わないの。買うつもりないです。いや、なんか普通に面白そうなので聞いてもらって、うん、これ一番最初に言ったやつか。そう、これ見たことあります、これ。うん、あるある。え、持ったことあります。いや、ないよ。ちょっとこれ俺の趣味じゃない。ちょっと派手すぎない感じの。そうだね。ハムバッカー。あ、じゃあこのクワイヤリーナス、知ってます？変わってるね。こっち系じゃないですか？うん、こっち系じゃないかな。やっぱ3対3ぐらいになってるのか。これ3対3とかね。しがりですね。いや。めちゃめちゃいいとこ行くね。もう、頑張ってる。なんか CE22。これちょっと。お、いいじゃん。ハンバッカー。あんま見たことない感じ。かっこいい。かっこいい。コールドスミス持ってないよね。もう欲しい人じゃない。いや、買わないと。とりあえず引いてみます。じゃあ、お願いします。はい。はい、っていうわけで、はい、なんで僕がこれ持ってるのかよくわかんないですけど。でも色もなんかすごい綺麗だし、青っぽい、緑っぽい、ね、こっちシースルーになっててめちゃめちゃかっこいいと思いますよ。アッシュはあのコールドスミスの何が好きなの？僕持ってるのはカスタム22なんですけど、なんかこの22の方がピックアップの軽いんですよ、位置関係が。だちょっと音がすごい全然違うんですよね。へぇー、ESの中でもその音がすごい好きで、あとはもうエフェクトの良かったりとか、まあ、パンチあったりとか聞きやすいとか、いろんな理由がありますけど。どんな音ですか？ちょっと音出してみますね。なんか結構パンチありますね。モダンすぎない？クリーン
すごいの。うわ、これまたかっこいいね。めちゃめちゃ派手なのが。そうそうそう、派手なのが欲しいな。欲しくはないね、ごめん。欲しくはない。絶対買わせたい。絶対買いたくないやつ。買わないもん、言って。お子さん無理に買わせるとか。そうですね、そういうじゃないからね。まあ、ちょくちょくサッカーが欲しいとか、自分で向かってって。その時は全力でサポートします。それはありがとうございます。というわけで、この2本目、PRS の、まあ、SE ですね、はい、これ何年生2020年の、そうだよね、リミテッドのやつじゃん。これ僕あの SE って散々今まで弾いてきたんですけど、最近の SE って僕ら知ってる時と違って、ちゃんとここのトップがアーチが合ってたりとか、昔平面だったんですよね。なんかよりなんだ、本物志向というかテンション上がる形になってるんですよ。で、この克実さんテンション上がりそうな色どうですか？いやいやいいよね、それいいよね。でも音聞いてみましょう。これは本当に、なんかこの動画とかじゃなくて、普通に良かったって。いや、音良かったね。ね、ちょっともう、買ってください。だって、ちょっと待ってください。だって今まで、散々お世話になってるじゃないですか。なってますね。何年も。ありがとうございます。なんか恩返ししたいです。うん、そうだね。そうだよね。いや、分かってるから。変な間をちょっと寝ちゃいましたけど。いや、分かってんだけど、いいよね。さっき言ってたみたいに、レスポール普段使ってるって言ってたんですけど、音のサウンドの傾向も全く違うんで、PLS は、持ってないですか？持ってない。だからですね。いや、なんかありだと思いますけど、なんか結構マジな話で。本当に似合うかな。これもコメントに書いてください。これ持ってるんだったら、多分ストラト系とかフェンダー系よりも絶対馴染みやすいけど、ね、レスポールとやっぱ全然違う。そのハイウェイの雰囲気もはいはい、多分馴染みが早い。早いと思います。こっちすげえ聞きやすそう。じゃあもう、そういうことっすよ。ますね、そう、楽器って面白い出会いだ。あー、そうか。そう、いや、めちゃめちゃいいと思います。買っといていいよ。うん、全然ありだと思うんで、買ってください。じゃあ、買います。ありがとうございます。え、すごい、本当に買うんですね。いいよね。いや、めちゃくちゃいいです。いや、でもめちゃくちゃいいのはめちゃくちゃいいです。僕もだって、さっき弾いてびっくりした、普通に。じゃあ、これ、買います。ありがとうございます。ありがとうございました。かっこいい。ありがとうございます。ちょっとこれに合うケースないかな。何色がいい？丈夫なのがいいかね。丈夫なのがいい、うん、そのエレキ用のポリケースはレザーで割としっかりしてるんですよ。ああ、レザー。なんかあればなーっていう感じなんだけど、ね、ちょっとエレキ用じゃないんですけど、レザーで今ちょっとアウトレット、うん、今それこそ閉店アウトレットみたいなやつがちょっと、ああ、見てみます。見ていいですか？よかったね。なかなかないです。いいよね。いや、ありがとう。いや、逆に連れてきてくれてありがとう。俺今日何で連れてこられたのかちょっと分かんなかったのね。もうこんなことになるとは思ってなかったんで。かすみさんがテンション上がっていくにつれて、僕の店員とかがどんどん店員とか出てたね。一日店長ということで、一日店長やってくれてありがとう。いい出会いになりまして、すごいね、いい出会いだったので、ちょっといろいろまた音聞かせてください。あ、ありがとうございます。よこちゃんぞ。はい、お任せしました。あ、なんかめちゃめちゃしっかりしてるやつ。レディースっていうレザー のストラップとかのメーカーが出してるやつで、これ実はもともと10万円のがなんと今2万え2万になってる。2万ちょっと狂ってます。めっちゃいいよ。いや、だから超絶アウトレット価格で、もともとこれクラシックギター用なので、スウェードになってるんだよね。あ、黒でいってみようか。黒、黒はいいよね。そうで、結構中もふかふかで、これすごいちゃんと守られ方がすごいですね。ふわふわなんですか。もう意外と軽い。可愛いね。そう、これも可愛いけどな。ちょっと迷いますね。うん、逆に両方ケース買って、むしろギターもう1本買うぐらいの。いやいや、1本決めたわけじゃん。はい、で、その買うつもりなかったのが買うことになったんですけど、うん、そうだね。だって0円と3万円買うだったらもう全然違うじゃないですか。違うね。でもこのもうギター高いの1個買うじゃないですか。プラスでだってもうケース代通ってもうね、
つかなくても変わんなくても、いや、いいケースだね。行くときにどんどん買っちゃった方が、いや、買うつもりなかったんよ、俺。でも、うまいな、こいつも。迷うな。両方買ったら迷わなくていいっすよ。こうやって書いて、全然僕、車出すんですよ、これ。そう、はい、遠慮せず。ほんと？じゃあ、いっちゃおうか。さっきのビターはこれはもう全然いいじゃないですか。うん、でこれはもうこれでもレジンのお願い。なんか入れるビターあるんですか？もうこれは余っちゃうじゃん、余っちゃう。ああ、まあ何だったら一緒にギター買ってもいいし。そうね。え、いいんじゃないですか。あ、何が？逆に。なんか逆におすすめないですか。なんかちょうどいいこの。ケースは分かった。ケースは持って帰る可愛いからこいつは。あら。ああ、ありがとうございます。今中の話で。今中の話してます。一時ギターっすよ。ギターケースを普通のバッグとして使って、うん、ギターケースってなんかちょっとかっこいいじゃないですか。かっこいいね。でも中身入ってないみたいな。ああ、なるほどなるほど。そういうことになっちゃうっす。このまま行くと。ああ、そっか。そういうことか。だってギターケース持っててギタリストだと思うじゃないですか。うん、思う。思う思う。こうやって持ってたらね。ギター弾くんすねみたいな、うん。今日何持ってるんですかって言って。何も入ってない。なんで？ちゃうね。多分一番恥ずかしいの僕でもなくて、うん、アキさんなんですよ。そうだ。それは良くない。僕もちょっと尊敬してる身としてちょっときつい。そうだね。入ってないんだ。だから何かしら入れて帰ってほしい。そうだわ。入れて帰って。確かに入れて帰りたいな。はい。大地だって何も入ってないギターケースを背負ってるとなんか重心変気持ち悪くないですか？気持ち悪くない。そうなんだよな。ね、バランス悪いんだよな。あ、そしたらね、うちの娘がね、ちょっと大きくなってきて、はいはい、ギターやりたいみたいな話になってる。ただ重いのさ、ちょっと持てないっちゅうから、なんか軽めのやつで、なんかないかな。お願いします。いや、なんかすごい大きくなるし、普通のサイズで軽いのあれば。わかりました。可愛くないですか？可愛いっていうか、すっごい軽い。本当に軽い。え、可愛い。ラメ入ってるし。あ、これお子さん好きっす、絶対。だってここちょっと、うん、お子さん好きで、こっちクラッカー入っておじさん好きでしょ。俺は好きだね。そうだ、ツインワンなんで、もうよく仲良くこのギター合わせます。ちょっと鳴らしてみよう。ちょっと音出して。フロント。優しい。意外とこんな音なんですね。初めて。すぐ手放して、ね、おもちゃになっちゃうから。確かに。でもこれそういった意味でもちょうどいいし、ちょうどいいし。そこにちょうどいいか見てみましょう。ここに？そうそうそう。ここにちょうどいいか。ここにちょうどいい。ここにちょうどいいか見てみようかじゃあ。あ、ちょうどいいじゃないですか。かわいい。かわいいものからかわいいものが出てくる。かわいいものから。かわいいものからかわいいものが出てくるって最高じゃん。これだって娘さん絶対喜ぶ。着やすいこれ。着やすい着やすい着やすい。いいね。それしましょう。ちゃこ嬉しいよ、ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。いい出会いが2本。いろいろありがとうございます。こちらこそありがとうございます。さつみさんの男気に嬉しい。いやいや、嬉しいよ。俺何も知らないでこれ連れてこられたあざっす。行きましょう、もうお会計。いいの2つ、うん、ありがとうございます。行きましょう。あざっす。はい、行きました。おー、ありがとうございます。めちゃめちゃアキさんのおかげでなんかいい客員になりました。いやいや、こちらこそいい出会いがあったよ。ありがとうございます。ありがとうございます。そのまま持って帰る。あ、このまま行きます。もう帰る準備できてるぞ。はい、行きます。いや、本当ありがとうございます。あ、ちょっと待ってください。これありましたか？ここね、この間修理して戻ってきたばっかりです。まだ値段もまだつけてない。人に散々買わせてたら僕のなんか物欲にもいや、このサイズめちゃめちゃいいですよ。家でこの真空管アンプのアンプ結構大事なんですよ、ね、スタジオにはそのアンプだけがあるんで、その家用にこのぐらいのアンプあった方がいいですよ。普通に僕欲しいから、ね、買
オファーちょっと流してるんですかね。あ、もちろんもちろん。体感する振動わかります、ね、そのあるじゃないですか。あそこまでをちゃんとコントロールやっぱしないといけないですね。音量感の感覚とか。おお、なるほどね。そう、最初家用のアンプで弾いてました。でそこからフェンダーのデラリバ行きました。弾きづれと思ったんですよ。あ、それはそのアンプが悪いんじゃなくて僕が下手なんですよ。ほうほう。そうだから要はどういうことかっていうと、マスキングされてた僕のミステイクが全部ちゃんと再生されてるいいスピーカーだからってなって、でそこからモーが行ったんですよ。そしたら、またかみたいな、どんどん新しいパラメータが増えていくみたいな。だからそのマルチがとかじゃなくて、マルチの入ってるアンプがとかでもいいんだけど、やっぱ結局物足んなくなっちゃって、でっていうのはこういうのを知ってる人がマルチに行くと楽しいんですよ。おお、なるほどね。逆に手軽に、なるほど、なるほど、わかった、簡単に出せるから。でそれを持ってるから、もう一個家サイズで自己満このサイズだったら可愛いしね。そうそう、なんかこれも十分ですか、練習には。いや全然十分だと思いますよ。やっぱチューブ、まあ、トランジスタでも何でもいいですけど、ちゃんとそのなんていうのかな、クリーンが、ちゃんとしたクリーンが出る。結構クリーンって音作りに重要なんで、今リバブもついてるし。値段もわかんないままお会計行くっていうこういうのいいっすね。たまたまの出会いだから。アンプいっぱい持ってるんですけどね。確かに、なんかあったらね、いいっすよね。カフェとか、カフェとかでやんの？カフェとかちょくちょくやりますよ。シークレットなそのイベントとかで。もうスタジアムじゃないとやりませんみたいな。もうそんなそんなことない。ペーペーなんで頑張ります。ありがとうございました。いや本当にありがとう。いやもう本当にいや、よかった。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます、本当に。はい、というわけでですね、なんか、来た時より大荷物体が重くなってるんですけど、なんか心はウキウキだね。心は軽くなっちゃって、もう動画とかじゃなくて、もう早く帰りたい早く帰ってきたい。お互い、まあ、僕は全然あれですけど、すごい数かかってきて、ね、本当に寂しいです。いやね、本当に寂しい。実感していきますね。このフロアに来た時に何もなかったのがちょっと来た、ね、寂しいですよね。じわじわと。あ、何日まででしたっけ、お店自体は。3月の13日日曜日が最終営業。あ、なるほどですね。残りわずかなんでちょっと全力で応援しに来ましたけど、ことになるとはちょっと思わなかったよ。私も分かった。いや本当に、まあ、幸せの重みをいただいたんで、ちょっと帰りますか。ね、本当ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで、アッシュ楽器屋に行く、最後まで見てくれてありがとうございました。バイバイ。